どうも、ナオチンです。ペーパーマリオ RPG やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は100回ダンジョンに挑んでます。今、90回まで来ておりますね。これ経験値結構美味しいかと思いきや、そうでもない。経験値が入り出したのって70回以降ですね。レベル27の状態で。結構厳しいんだよな。今、レベル29まで上がりましたけども、これ99まで上げれるか？まあまあ、上げれるんだろうけどね、相当きつい気がします。まあとりあえず、91回からですね、100回までやっていきましょう。どれぐらい経験値が入るんでしょうか？なんかすごい入ってくれないと、ちょっとね、割に合わないんだよね。1回から70回までは経験値1しか入らないのよ、1回の戦闘で。だからね、全然まずいのよ。さあ90回は15か、まあ、うん、これぐらい入ってくれればいいけども、これ100回までまずクリアしたら自分で階層を選んで来れるようになったりする？どうだろう。また1からスタートだったらちょっともう、この100回ダンジョンはやりたくないな。おーおー、いいね。たまにね、出てきてくれるんで、こういう時は美味しい。よし、 OK。 おー、いいねいいね。おお、めちゃくちゃ美味しい。一気にレベル上がった。毎回出てきてくれれば嬉しいんだけども、毎回じゃないんだよね。レベルアップ。とにかく今ね、バッジの装備をねたくさんしたいので BP を上げていってます。はい、これボスまでにあと1ぐらい上がってくれるかな。どうでしょうか。まあ、とりあえず100回のボス倒します。なので、ちょっとネタバレ注意ですので、100回のボスを見たくないっていう人は、ここで、動画をやめてみてください。お願いします。よっしゃいい感じ。また出てきてくれた。で、これで、さらにレベルが1上がりますね。お、90回台は美味しい。うん。90回台を2位で選べて、回れるんだったらすごい美味しいけどな。99回ですね。この後がボスとなっております。レベルは上がらないか。まあボス倒したら上がる感じですかね。 OK、 いいんじゃないですか。まあまあボスも連続ジャンプでワンパンでいけると思います。オッケー。今90回台美味しいな。経験値ゴリゴリ入る。よし、ではようやく100回ですね。1回から100回まで1時間半、うん、1時間半ちょっとかかる感じですね。うん、やっぱかかるね。100回走っていうのはやっぱりかかりますよ。では、いっちゃいましょうか。攻撃が来ても避けれるでしょう。一応後ろにいとこうか。一応ね。しゃあ、多分失敗しないと思うけど、いきます。バーン。
きなりミスってる。ちょっと待って待って、次ミスんない、次ミスんないよ。よいし、倒したでしょ。いや倒しきってない、なんかミスるんだよな。よし、はい、オッケーオッケーオッケー。美味しいねめちゃくちゃ美味しいな。お金美味しいで、経験値少な、なんだこれ。でもって報酬が何だったっけ。あ、ダメージ返しか。はいはいはい、うん、まあ今の俺にはそんなに必要のないやつですけども、まあまあ後々装備するかもしれませんね。戻ります。でもで、あ、あ、お、お、お、あ、50回か。いや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 、80回ぐらいにしてくれ。でもまあまあ50回だったら、そうね、経験値が入り出す70回以上まで、まあ15分ぐらいすればいけるだろうから、あー、まあまあまあ、レベル上げは、ここでやった方が良さそうですね。今、レベル31。いや、これ長えぞ。これは長い。おそらく、50回から100回までやって、3か4だね、上がるのが。3か4。これで99までか。いやー、時間かかるな。まあ、とりあえず、ここではこんな感じっていうことで、他のところでも、ちょっと美味しいところを探してみます。どっかあるかな？わかんないですけども。はい。ということで、今日は100回ダンジョン、クリアしてみました。レベル99まではちょっと、長い道のりになりそうです。はい。まあまあ、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。